今日はですね、土曜日のね、朝ですね。今日はあの仕事休みなんで、ちょっと午前中朝飯を買いにですね、家の近く来ました。で今日はね、このチャオロン食べたいと思います。ホルモンのお粥ですね。1万8000ドンです。もうあのこのね、通りはね、すごいあの小さいお店とかね、オープンして朝ごはんを買いに来たお客さんとかでね、向こうとか行くと結構混んでたりしますね。いいっすよね、こういうね、屋台はね。これも1万8000ドン分ですね。それではね、ちょっとね、ここでね、チャオロンを買いたいと思います。いいっすね、大好きですね、こういうの。こういうおかゆですね。で、この血の塊もあってね、うまそうだな。ホルモン系が、まあ、レバーとか、まあ、いろんなやつが置かれてますよね。熟練したスキルで、いいですね。本当にね、この土曜日の朝ね、昔のあのホチミン戻った感じですよね。活気も出てきて非常にね、いいです。ただね、ちょっとこれ買ってね、家に帰ります。朝ごはん買って帰ってきましたけど、やっちまいましたよ、もうこのバイクあるある。もう爆発してますよ、汁が。もうでもまだ汁はあります、ね、この感じでね、移したいと思います。このまま食べます。こうね、おかゆですね、やっぱね。こんな感じですよ。結構ね、あのお米のね、形はね、見れるので、日本のよりかはそんなに、あのなんだろう、溶けてはないですね、かなりこの血の塊入ってますよ。じゃ早速ちょっといただきます。いい、味付けも最高ですね。だしも最高。この血の塊も口に入れたらすぐ溶けますね。うまっ。いや、そこはリピート確実ですね。これなんだろう、肝臓かレバーか、肝臓かレバーかと同じだろう。臭みもなくて、うまい。具それぞれもね、最高ですね。うまっ。もう一個買ってくればよかったな。身もね、身というか具も安いからじゃなくていっぱい入ってますから、やっぱりこのスープですよね。お粥を炊いているこのスープが本当に美味しい。このスープで麺も全然食べれますね。容器がね、美味しく感じさせますね。完食しました。またね、買いに行きたいと思います、あそこはね。よし、行きます。いつもなんかバイクで通り過ぎたんですけど、あまりね、あの気に留めてなかったんですが、このベトナムのザ朝ごはんって感じですよね。お肉もね、もういっぱいありますよ。これが骨付き
きの豚肉ですね。で奥には牛肉のスライスがあって、魚のすり身ですとかね、こういったのを入れて食べます。このお店はですね、ウィンオアビックというところにあります。マラボンというメニューになります。そんなわけでね、中で食べましょう。 OK、 カム。それではね、いただきましょう。めちゃめちゃたっぷりしてます。ボンボンですね。この中にはですね、牛肉とあと豚肉の骨付き豚肉が入ってます。いや、これはね、うまいと思います。もうスープが、ね、最高。飲んでないけど、これがね、豚肉ですよね。この皮付きの、で骨付き、これがゾウって言います。で分母はゾウ、発音合ってるかわからないですけど、で牛肉のこういうね、スライスがね、結構あって3、4切れぐらい。で、このボンですね。あとこの透き通ったスープ。で、これに、忘れてはいけないこの野菜ね。これバナナの皮かな。あとさっと入れましょう。毒ダミが入ってたらちょっとやばいんですよ。これ毒ダミ。野菜をたっぷり入れてね、食べるのがいいですよね。それとですね、ここにはもちろんこういったチリですね。で、ニンニク。これと、これも唐辛子っぽいですね。あとこの、またチリさんとライムですね。頑張ります。いただきます。まずはスープ。美味しい。スープ、甘みがあって、これ甘みは何なのかな。ちょっと酸っぱさがあって甘さもあって、まあ環境とは違うんですけど、ものすごく出汁が効いた美味しいあのスープです。ただもうこってりはしてないですね、ラーメンに。なんでこうあっさりと食べれるあの麺料理になりますね。いただきます。めっちゃ美味しい。これはでも人来ますね。スープとこの麺、絶妙にアンマッチしますね。すごい美味しい。牛肉、うわ、牛肉も柔らかい。この見てください、これこの大きいお肉。いただきます。完璧。柔らか。ここは本当に美味しい。あるんでね、私でも結構十分ですね、朝ごはん。ジューシー。
うわ、結構お腹いっぱいになるな。うん、本当にあっさりしてるから朝ごはんにはぴったりですね。4万円でした。になる200円ぐらいですね。このボリュームでこの大きさで4万丼をね、あ、いいですね。美味しい、まあ、朝食として食べるのであれば、まあ、ちょっとね高いのかなっていうのがありますよ。ただこのお店でこの料理食べるのは全然 OK、 美味しかった。あとね、ここにいるね、おかみさんとかね、あとご主人の人がね、めちゃめちゃ優しい、気さくで、そこもねナイスポイントです。OK、 貸していきましょう。Okay. Come on. Come on. Come on. Thank you. 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 Thank you.こうやってね、いろんなお店の前だったりとか道路の前でね、お店開いたりしてますね。今日はバンタンちゃんと感じあるね。コンコア通りのね、いただきました。スープはって言ったんですけど、なぜかミークワンっていう麺料理が来ました。まあね、これも OK です。食べても美味しいんですよ。ごまの味が効いた、うん、揚げせんですね。これ自体に味はそんなついてないんですよ。よくからたもなくて、うん、混ぜます。大体100〜130円ぐらい。これがね、だんだんね、汁についてしなってくるんですよね。それも結構入ってますね。いい子ある。結構がっつり味効いてますね。うわ、やっぱその唐辛子がめちゃめちゃ入ってますね。辛いの好きなんだよな。辛い、美味しい。うん、ミークはもうそんなにね、麺料理で食べないんですけどね、たまに食べるとやっぱ美味しいですよ。味付けで言うとね、何だろうな、何とも言いようがないね。何味だろう。鶏肉も2つ入ってますね。このせんべいも多少ね、ふやけてきて、これが麺とマッチするんですよね。うん、最高。スタッフの人も入ってますね。辛っ、めちゃめちゃ辛い。うわ、僕の苦手な毒ダミが入ってます。うわ、すごっ。完食しました。ごちそうさまでした。うん、あとはね、3時のやつとかで食べます。これ、バッグを買いますと、僕普通のね、バン
ミー。それでは買ってきたバンミー食べたいと思います。いろんな具が入ってますよね。結構たっぷり入ってます。このね、唐辛子くんが入ってるから危ないよ。食べるとお腹痛くなっちゃう。うん。具材が豊富ですね。うん。ここで1万5000丼なんで、まあ大体70円から75円ぐらいですね。このバンミーのパンだけだと大体3000丼ぐらい、15円ぐらいでいってます。うん、ボリューミーですね。ということでね、これ食べてね、仕事頑張りたいと思います。これ食べようかな。ちょっとこれ頼もうかな。雰囲気がいいですね。たまたまあの通りかかったお店なんですけれども、こんな感じのメニューになってます。麺系が多いですかね。私はね、頼んだのね、このポークローバンっていうのを頼みました。なんかビーフシチューっぽいもので、でパンと一緒に食べますね。35,000丼。注文したものが到着しました。これがボーファーというものになりますね。で、パン結構でかいですね。食べましょう。もう目の前が道路なんで、結構バイクが走るとね、音がねちょっとうるさいかもしれないんですが、そこまでとろみはないんですけど、あのビーフシチューみたいな感じになります。人参とかね、牛肉と玉ねぎ。この牛肉もね、あの私が前に作った牛肉とは違って柔らかいと思います。いただきましょう。うまい。うん。すごいコクがあって美味しい。スープ状なんですけど美味しい。たまたま入ってみてね、こういう風に美味しいと嬉しいですよね。うわ、人参も甘い。牛肉ね、いただきます。うわ、柔らかい。ベトナムはですね、これに麺を入れるタイプと、あとパンを頼むタイプがあるんですけど、私はね、今回パンを頼みました。これ、でかいな。これね、ベトナム流にこうやってつけて食べます。うわ、これはね、うまいわ。ちょっとお好みでね、こういう、あとこういった胡椒とライムついてくるので、あの具にねつけて食べても OK です。せっかくね出してもらったんで、ね、使いましょう。これ日本の割り箸です。やばいな、そんなことしてる間にやばいな、時間が。うん、また味変でいいですね。本当に美味しい。濃厚でスープが本当美味しい。うん。私はそんなにあの濃厚を好んでは頼まないんですけど、
というのは前に頼んだ時にそこまで美味しくなかったんですよね。なのでそういう時があったのであんまり頼まなかったんですよね。いや本当に久しぶりに頼んだら美味しい。やっぱ場所ですね本当に。結構あのバイクで来てテイクアウトされる方多いですね。目の前をこう止まって、これがここまで美味しいと他のものも食べてみたいですね。ただやっぱりね、あの油が結構あるんでね、ヘビっちゃヘビ。あとこのパンね、ほんと大きいやん。やばい。人参もね、柔らかい、本当に。あのね、牛肉もね、結構入ってますよ。あと中にこういうピーナッツが入ってるんですけど、これもね、いいアクセントになって美味しいです。あの日本のビーフシチューとはちょっと違うので、スープビーフシチューって感じですね。水分の方が多いですね、これ。これどうすんの。これもいけますね。ちょっともう時間が限界なんで、これは残します。すごい満足です、美味しい。いや、カムーン。今あのお会計したんですけれども、3万5000ドルになりますね。170円ぐらいでしょうか。はい、ということでもう行きましょう。このトイマンを買おう。トイマン、食べます。いただきます。中で結構具もたくさん乗ってるんですよね。ここはうずら、めちゃめちゃうまい。もうここは自体に味がちゃんとしっかりしてますね。醤油っぽい味、塩っぽい味、なんかこうミックスされたような感じですね。うまい。すべてが絶妙に絡み合いますね。入ってるネギとか、こういうハムっぽいやつ、あと魚のすり身。うまっ。最高でした。今日も一日頑張ります。あー、スープはこうやって作り置きのね、これがありましたね。バイクでこうやってね、移動式で販売してますね。それではね、買ってきたスープはスープをね、食べましょう。なみなみと入ってます。これで1万5千丼なんで70円ぐらいですかね。うずらが2つ、卵、あと椎茸ですね。カニがまあちょこっとこんな感じで入ってる感じですね。これ匂いは相当美味しそう。いただきます。とろみがかかってね、美味しそうです。うまい。味もしっかりして、また椎茸も美味しい。
ずら3つも入ってる。すごいよ、ね、これ美味しい。朝にはぴったりですね。本当に出汁がしっかり効いたスープですね。うん、あっさりしすぎてなくて、これで1万5000円って安いですね。普通こういうスープって大きいサイズと小さいサイズがあって、小さいサイズってなんかあのプラスチックのコップみたいなやつなんですけど、これはね大きい方だと思うんです。大きいやつってね1万5000円じゃちょっと買えないかなと思うんですが、うん、あそこはすごい良心的な価格で量もたっぷりです。うん、うん、ほかほか、うん、これ食べてね仕事していきましょう。うん、うまいっす。はい、今回はですねあの朝食編でしたけれども、まあ、フォーだったりおこわだったりですバンミーだったりいろんなね朝食があって、非常にねベトナムは楽しいです。またね今後美味しい朝食があったらねアップしていきたいと思います。ありがとうございました。